はい、ということで、始めてまいりたいと思いますが、ちょっと待って、ツイキャスさんの方が、ちょっと待って、ちょっとやるか、待ってね。一瞬消えるんで、ちょっとごめんなさいね。はい、ということで、スピーチャーテレビ始めてまいりたいと思います。ということで、はい、ということでね、始めてまいりたいと思いますけどね、司会の TD ことスピーチャー宗教研究家の小泉洋です。こんにちは。はい、ということでね、スピーチャー TV、このスピーチャー鑑定団ですね、今日もね。ということで、今日、ユーストリーム、YouTube、ツイキャス、アメーバスプラッシュの4つのテレビですね、同時放送しています。本局の方をね、行っていただけると、チャットコーナーありまして、まあ、ツイキャスの方はね、ツイキャスと書いていただければ鑑定いたしますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと今日のね、鑑定士の方々ご紹介いたします。音入れます。はい、音入れますってとこ入っちゃいましたけど、まあいいや。ということで、おトイレ行くのかと一瞬思いましたけどね。はい、ということで、まあ、鑑定士の方が来ておりまして、左からバディエムフミヤさんです。はい。右が梶岡あんこさんです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃ左側優先の法則がありますので、左側から自己紹介いきます。はい。はい、バディエムフミヤです。今日はオーラ鑑定させてもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしたらですね、はい、こちら右側の、梶岡あんこです。いつもありがとうございます。今日も過去生からのメッセージということで、チャネリングをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、はい。よろしくお願いします。画面が崩れちゃった。ちょっと待って、予定した画面じゃなくなっちゃった。困っちゃうな、スカイプちゃん、ちょっと調子が悪いな。よいしょ。ああ、ちょっと待って。はい、こんな感じ。よいしょ。まあ、こんな感じですね。よし。ということで、この2人に今日鑑定していただく感じです。テレビの方がですね、今日3人か4人の方来てるんじゃないかな。どうなんだろう。テレビの方が、すみません、実はテレビの方に、須藤清隆さんことアプリコットブレーンさんと、誰がいるんだ今日は。ジョイさん、ジョイケイコさん、ジョイケイコさんと、いつきさん、いつきさんが来てますね。はい、はい、ということで、よろしくお願いいたします。はい、あ、ゆつきさんもいますよね。ゆつきさん、はい。はい。ということで、いこうと思います。じゃあ、2人に鑑定していただきたい方は書いていってくださいね。よろしくお願いいたします。あ、誰かできた人いましたっけ。はい。じゃあ、ふみさん。はい、ありがとうございます。オーラ鑑定で、1人目のあつこさんからいきたいと思います。今ね、読書やね、インターネットに夢中になられてるようなんですが、知的探求心をね、このまま刺激し続けてください。チャレンジの時のようです。続きまして、まんまみーみさん。薄い青と割と偏ってはっきりした緑ね、冷静さと保守性が融合されています。少しね、神経質になってはって、物事が全然進んではらへん状態でね、イライラとか不安がね、起こってはるみたいなんですけど、アクシデントを乗り越える瞬発力をね、つけることができる方なんで、そこを発揮できたらね、うまく流れると思います。で、続きまして、ミュウさん。オレンジ色ですね。ちょっと人のお世話をすることがね、喜びになってはるっていうところで、明るくて人を寄せつけはる方ですね。心から相手をね、
思って接することのできる方で、ただね、早とちりとかミスが起こる予兆が少し出ています。落ち着いて行動すればうまくいきます。続きまして、パールさん。パールさんは黄色でね、自分がね、ちょっと自分のことが分からなくなってはって、ちょっとしんどいかなと思うんですけど、楽しい刺激っていうのをね、あったらいいなっていうのを飛躍して、安定するよりも、この苦しみから出て楽しい刺激をすごい求めすぎてはるっていうところもあります。愛嬌があってね、とても人を引きつける方で、ちょっと体調がね、腰とかね、お腹の具合が悪くないかなって気になりますね。相手の気持ちをね、優先していくことが、心変わりも減っていくんじゃないでしょうか。落ち着いて静かに過ごす時間を増やしていかはるといいと思います。続きまして、ラッキーさん。金っていうのを求めてはるような強いね、パワー感じます。薄い水色ですが、色的には。フィジカル面でね、強いオーラで、食欲も旺盛でね、いっぱい睡眠とって体調をね、整えてこそ、金、お金とかね、物質面で豊かになられるようです。情に溺れやすいのでね、今ね、冷静に物事、人をね、見極めてください。また、こだわるので、冷静さも大切ですけど、そこに固執しすぎないことがいいと思います。知識と経験を、両方深めることによって、エネルギーがうまく流れていきます。以上です。はい、ありがとうございます。はい。はい、今鑑定しておりますので、少々お待ちいただければと思います。これ何を見るかってチャットに書いててもらわないとダメだね。あ、吹きました。はい、どうぞ。はい。すいません、はい。テディさん。サンゴさんね、薄い黄緑。人のね、優れてる面をね、よく見ることができる素敵な方ですね。とても素直でね。少しね、ただ自分のことを認めるいいところとかね、あなたの強みは何ですかって言われた時にすぐに言えないような自己肯定感ね、大切なことだと思うんですけど、すごく薄くて、ただね、ご自分で、サンゴさんが思ってらっしゃるよりも、とてもね、評価は高い。人間的に、魂的に。だから無理にね、小さな枠に収まらないで、人の長所をね、見つけることができない人が多い中、すごいいいんですけど、人の長所を見つけるよりもね、自分の長所をもっと見つけていくと、自信がね、どんどん出てきて、現れていくのでいいと思います。あと、続きまして、ポトリさんは、青のね、オーラで、ちょっと、人との交流が上滑りっていうか、そういう感じで上滑りしてはる感じです。交流することで、トラブルが起こるっていうことを恐れるのではなくてね、ポトリさんにとって、最高の学びを得られる時間をもらえるっていうことなのでね、積極的に輪を増やして広げていってね、高め合える関係が築けますから、交流してください。ですね。すいません。続きまして、もうあんこさんできておられます？いいですか？じゃあ、私、お二人ぐらいですけどすも、いません。あ、ごめんなさい。いいですか？すいはません。い、じゃあ、すいません、もこもこさんですけれども、そうですね、仕事の面において、音楽、幼稚園と子供に関わっているということで、前世ではっていうことでお聞きされてるんですけれども、そうね、アメリカのね、教会の姿が見えてね、あなたが、シスターとして、海外しくね、されてる姿が見えるんですけど、そこにね、戦争の加減かな、そう、小さなね、子供さんたちがね、たくさんね、教会でお世話をするような形になってるんだけれども、あなたはね、本当に優しくてね、本当に、
すべてのね、子供たちにね、もう、慈愛に溢れたね、態度でね、みんな接してますよ。子供たちのね、本当人気者です。そしてね、教会でね、歌とか踊りをね、取り入れてね、なんか、発表会のようなことをね、よくしていましたよ。それがね、またね、心に傷を持ったね、人であったりとか、なんかこう、そういう優しさをね、出したいな、という、お年寄りであったり、忙しく、普段、お仕事をされている人たちのね、なんか、憩いになってね、皆さんね、癒されてましたよ、でね、あなたは、自信を持ってね、優しさをね、外へ表現していっていいですよ、っていうことです。はい。あと、KKY なんですかね、キキーさんですかね。まあ、次の仕事に進めず、自暴自得になって、っていうことね、鑑定お願いしますっていうことでね、まあ、ちょっと見せてもらったんですけども、まあ、今はね、少しね、エネルギーをチャージしましょう。でね、なんか、まあ、今、こう、なんか、こう、すごくね、周りのことがね、気になってね、自分自身が、なんか、こう、ちゃんとこう、見れてないっていうようなね、状態。みたいなんでね。ね、思いをね、どんどんね、文章に書いていってくださいって。で、あなたのいろんなね、今まで、お仕事をね、前回でいろんな経験したこととかもね、外へ出すといいですよって。まあ、言葉で言っちゃうとね、いろんな、問題あるかもわからないのでね、文章に書いていってくださいって。そうするとね、あなたが本当はね、どんなことがしたかったか。で、あなたに、何ができるのかって、そういうことはね、あなたの中からね、ちゃんとね、答えが見つかってきますよって。でね、それからね、進むっていうことでもね、全然、大丈夫ですよっていうことですよ。はい。じゃあ、次ね、あんこさん、こんばんは。現在の私の周囲の人間関係の中に前世で深いつながりがあった人はいるでしょうか？その関係はどのようなつながりでしょうか？ってことです。ね、まあ、私たちは、そう、グループでね、言ったら、劇団四季のようなね、そんな形でね、生まれ変わってるっていうのはね、ご存知でしょうか。でね、まあ、これは私の問題ですけれども、いろんな人とね、過去生からね、ずっと関わりが、いろんな形であります。今回は、あなたは何役ね、私はこういう役ねっていうような形でね、入れ替わってるんですよっていうことでね、で、あなたの周りもね、まあ、いろんな意味で、つながりがあった人がいっぱいいますよっていうことでね、で、まあ、そうですね、その人との関係っていう、もうね、たくさんの方と、あなたも、いろんな関係があったので、どういう人かっていうのがわからないのでね、私にはね、一人の人っていうふうには、決めれませんけれども、例えば、あなたが、どうして私がこの人にこんなことされないといけないのかなって思うようなこと、ね、それはね、今の、今、そう、具体的に、何かされたとかしてあげたとかっていうものではないんだけれども、それは、過去生からのいろいろな思いをね、今ね、ここで、お世話をさせていただいたり、またしていただいたりっていうようなことでね、してることが多いですよ。ですから、やはり、自分の心が、いいなと思うことをね、していくといいですよっていうことです。はい。じゃあ、ふみやさんできましたか？あ、はい。はい、じゃあ、お願いします。ありがとうございます。はい、ですね、すいません。ミントさん、オーラ鑑定ですね。家族とか、あ、この人ね、ちょっと弱ってはるんですね、とっても。人間不信になってはるのかな。ただね、今そばにいる人がね、自分にとって全てではなくて、家族とか、会えない友人とかね、周りの人たちがあなたをね、見守ってくれていますから、会えてない人でもちゃんとね、気持ちがつながっていることをね、感じていってくださいね。とても弱ってはるので、本来持ってる色があんまり出なくなっておられます。はい。ただ、本当に信じる力ってね、強いんで、いけます。大丈夫です。で、あと、続きまして、吉江さん。青と紫のね、とっても綺麗な色なさってます。理論をね、
すごく大切にね、してはるみたいなんですけど、計画通りにね、いろんなことが進んでおられないようですね。概念をね、変える勇気がね、持てる時が来ますので、その時が来たら人生がね、好転するっていうことが起こりやすいです。だから、そこをね、楽しみにしてください。で、よしえさんは勇気が持てる方ですから、うまくいきます。で、続きまして、ルンさんね、この方も、似てますが、青紫ではなくて、青と紫です。よしえさんは青紫でしたが、ルンさんは青と紫、薄い紫ですね。とても綺麗ですね。自分でね、より魅力的にね、進もうとね、パワフルに野心をね、かきたてておられる時だと思います。ルンさんはね、人にね、温かさを与える、今、薄紫をね、とっても併せ持ってはるためね、人からもね、好印象をすごい持たれてはります。無邪気な朗らかさでね、人を引きつけてください。ルンさんは、外面よりね、内面とつながる複合的な魅力を忘れずにいてこそ、内面のルンさんが人にはない良さを出せはるのでね、そこを忘れずにいてください。続きまして、ゆきなさん。今日はお二人目ですね。お金がテーマなところが大きいかなと思って、それはお金に対して欲しいとかね、手に入れたい、豊かになりたいっていう気持ちと別に、お金に対するなんか違和感、お金があるって何なんやろって、深いところでね、潜在意識で感づいてはるっていうか、お金があっても幸福ではなくね、本当の宝とは何でしょうかっていうね、感じなのかなと思います。それはね、出てるんですけどね、ゆきなさんね、まず経験ではないでしょうか。身の丈に合った範囲での堅実さを認めること。今のゆきなさんの、意識にね、すごく必要なことだと思うので、堅実さ、身の丈に合った堅実さをイメージしてお過ごしください。はい、すいません、以上です。はい、ありがとうございます。見てますね。じゃあ、ラベンダーさん、いいですかね、言っていって。はい。はい。そう、先週はね、なんか時間切れだったみたいでね。で、先週と同じ質問しますということで、夫と、関係する過去性と、今世の学び、メッセージなどあれば教えてくださいということね。そうですね、インディアンだった、過去性の時ね、なんか、三つ編みをしてね、こう、頭にこう、巻いて、羽のついたね、本当に可愛らしいね、あなた女の子だったっていう姿が見えるんですけどね。いつもね、あなたにね、いろいろなことをね、教えてね、導いてくれていた、そういう存在がいるんですよ。それはね、あなたのお父さんかなっていう、そういう感じなんですけれども、でもね、いつもね、なんかね、上から、あなたのことを見守っていてね、あなたに、いろいろ教えてくれてた。っていうことでね。まあ、ちょっとその辺ね、どうかなって。あとね、ちょっと気難しいところがあってね。でね、なかなかこう、ちょっとひょっとしたユーモアっていうところが欠けているかもわからないんだけれども、でもね、あなたの本当に天真爛漫な無邪気なね、喜びを感じる、そういう姿にね、強く惹かれていてね。で、あなたからそういうところを学びたいっていう、そういう気持ちもある方ですよ、ということです。ありがとうございます。はい、以上です。はい、すいません、できました。はい、よろしくお願いします。はい、よしえさん、どんな仕事が向いてるか教えてくださいっていうことなんですけども、今日はね、とってもやっぱりシンクロしますね、いつも。今日は特にお金っていうことがテーマかなと思うんですけど、よしえさんはすごく安定っていうこととかね、人から映る自分っていうのはとても客観視できる方なんですね。そこはすごく、他の方よりも強くて素晴らしいと思うんですけどね。そこで物質的なもの、
形あるものにね、固執しない生き方もあるでしょうねっていうメッセージです。うん、お金を手に入れたい願望っていうのはね、強すぎると、固執してるとか、形あるもの、自分が見よ、どう見えるかっていう方とかにね、肩ってはめるこの方に、イメージがね、行ってしまっていて、それはいけないっていうことにね、それを避けようとしているっていうのが、自らね、お金を手に入れる形で出世するとか、自分のしたいことをして対価を得るっていうことを、自らね、避けてはるかなと思います。お金をね、循環させる素晴らしさとか、ヨシエさんが手に入れたからといっても、とどまることはないんでね、明確な目的を立てて、惜しみなく努力できる方ですので、そこに行くと、本当はね、お金の願望があるっていうことを、自分が出したこと、動いたことによって起こる結果とかを受け入れるっていうことなんでね、そうしてね、受け入れて形にしていくことを認めることによって、本当にやりたかったことにすぐに進めるっていうふうに出てますんで、今までと違うね、ご自分に出会えるチャンスかなと思いますので、違ったお仕事が自分らしくできるお仕事がもうすぐ見つかりそうです。続きまして、タコラさんですかね。これお正月のタコに、神羅万象のラでタコラさんとお読みしてよろしいんでしょうか。この方ね、シルバーですけど、ちょっとね、マットな感じのシルバーですね。こだわりと根気はね、すごくいいんですけどね。ちょっとね、人の話を聞くっていうことが大きなね、タコラさんへの、修正というかね、気づきになるようです。人の話っていうのをね、タコラさんにとって光に、ね、導いてくれるヒントがいっぱいありますっていうことです。はい。続きまして、デラサガさんでしょうか。デラサガさんなんですが、薄いオレンジですね。ごめんなさいね。自分で思ったよりとってもね、みんなあるけど、ちょっと寂しい。人の輪の中に入りたいっていうのがあってね、自分の中で体験できなかったって、青春時代のね、名残とかね、そこに気持ちがいってはるんですけど、そこから解放される時期じゃないでしょうか。その時のみんなが楽しんだって自分が入れなかった青春時代を取り戻そうって言ってね、無理に輪の中に入っていくんじゃなくて、その時の気持ちはね、そうすることによっても全然完了できてないっていうのを実感なさってると思うんです。ご自分の中にあるので、無理にね、動こうとせずに、人との交わりをね、しなければっていうことで自分をね、追い込まないようにすることが、今、問題となっていることへとつながっている解決策になっていますのでね、無理をなさらないことがいいと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日、テレビの鑑定士が2人なんですよね。2人でちょっと、バディフミヤさんとアンコさんが一生懸命頑張ってくれてるんですけど、チャットの方の鑑定士が今日めちゃくちゃ多くて、本局のチャットのところにね、今何人だろう、6人、4、5人いんじゃないの ?4、5人いるので、今日すごくもう、相談すればバンバン答えてくれると思うんですよ。ぜひね、本局のチャットの方の鑑定士にもですね、ちょっとご依頼してみてください。はい。ということで、私が今司会やってる TD でございますけどね。はい。例えば、純恵子さん、ジョイ恵子さんとかね、あとね、誰だっけ、いつきさんも来てらっしゃいますよね。はい。あと、はいはい。あと、あめたまさんも来てますよね。はい。あとね、誰がいるかな。これちょっと今日はいっぱいいますね。佐藤清太さんね、アプリコットブレンさんも来てますね。はい、ということで今ちょっと確認せずできてるのは4人今いらっしゃる形ですね。はい、それで今鑑定してる、あ、そう、ゆつきさんもいいんだよ。ゆつきさんがいて、いつきさんがいいの、いつきさんと行き過ぎ、ゆつきさんがよくわからないんですよ私どっちがどっちなのか、これ同じ人違う人ですよね。
あ、そっか、いつきさんってそっか、5月の方ですよね。そっか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 。わかりました。じゃ5人いるのか、今日、鑑定士が。ゆきさんとゆずきさんと、ひろたかさんと、あめだまさんと、はい、ジョイけいこさんと、5人。5人ですね、はい、今。チャットの方がすごく今来てて。はい。そう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 。なんか、みんなすごくいい、はい、あの、チャットも、なんかメッセージしてくださってるみたいで。はい、ありがとうございます。ツイキャスの方もすいませんね。こういろんなとこ行って今、鑑定してもらってると思うんですけど、移動できるんだったら本局の方のチャットにパパって書いてくれた方が、早くね、あの、鑑定来ると思います。じゃあちょっと私今確認してる範囲で、質問がちゃんとしてるやつを優先しますので、まず、キコさんのやつ、こんばんは、私もオーラのメッセージをお願いしますというのが来て、これをちょっと渡しておきますね。オーラのメッセージは、これはバディさん向けだと思うんですけど、スカイプのとこ入れておきます。はい。ポンちゃんさんも来てね、オーラ鑑定お願いします。はい。よいしょ。あと誰だね。なごみさんかな、色来てますけど。よいしょ。はい。YouTube で拝見させていただきました。あ、了解です。あの、鑑定内容を書いていただかないと、ちょっと言えない、いろいろ言えないんですけどね。はい。今、とりあえず転送はしてありますね。あと、タックさん、本曲書いていただきまして、ありがとうございます。タックさんは、多分読まれると思いますので、あの、多分鑑定されると思うんで、ちょっとお待ちいただければと思います。なおちゃんはい、ということで、ツイキャスの皆さん、ありがとうございます。今、どんどん欠陥書き込んでると思うんですけどね。はい。で、今日4曲同時放送なので、アメーバフレッシュの、フラッシュの方、本曲の方に、あの、鑑定、するとこあります。そこのとこアドレス行っていただいて、書いていただければ、あの、順次鑑定しておりますので、時間がなくならない限りは鑑定できると思いますので、ご了承ください。はい。アメーバフレッシュの方、そこで、あの、鑑定を受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。アメーバ TV フレッシュですね。はい。あとあれかな。できた。ふみやちゃんできたよね。はい、はい、どうぞ。じゃあ、ふみやさんお願いします。はい。リコニコさんです。とっても綺麗な自然なね、何色も混ざった、明るいね、パステルの色が重なった色ですね。虹色っていうと7色なんですけど、そこまでいかないんですけど、4色、5色、たくさん出てはると思います。なんかね、ロキ山脈が浮かんでね、高原にひっそりと咲くね、なんか一輪の花っていうのが虹色さんのイメージでね、今浮かんでいます。可憐な妖精でね、とても、落ち着いた妖精さんですね。それがね、前世の姿で、すいません、前世しないって言って前世が出ちゃったんですけどね、春に起きてね、夏にすごく水遊びをして、秋になったらね、異性とね、こう、恋愛をしてね、冬はね、ゆったりとこう、休息とかね、寝るっていう感じでね、自然に抱かれてね、四季を満喫してはった過去生のようにね、今もね、四季のように、なんか喜怒哀楽をね、この四つの季節に重ねて、満喫できるね、季節の時のようです。積極的に行動されて、すごくね、嬉しいことが起こります。続きまして、ごめんなさい。続きまして、久保さんですね。オーラ鑑定が。久保さんは、すごいね、薄紫で、とてもスピリチュアリティな色なんですけどね。無の境地。すごく深くね、そういう、天とつながるっていう時期が近づいてはるかなと思います。人に相談するとか、具体的にね、この人間三次元の中で動くっていうことは、久保さんにとって解決策がない深いところにあるので、自分一人の時間をたくさん持つことによって、メッセージが降りてきますので、その時間を大切になさってください。続きまして、ちょっと変わったっていうのはごめんなさい。心配なさらないでくださいね。ノアさんがね、ちょっと個性的な感じがしますね。光ったね、若葉色ですね。
人をね、引っ張っていくっていうか、その行動もだけど気持ちの中で人を変える力とか導く力をね、すごくお持ちの方やと思います。自分の中でただ具体的にどうしていいかわからないと思うので、そうしたら必ず動かはったらね、助ける人が現れるようです。そこは異性の力なんですけど、自分の力をはっきりね、生かせるチャンスが来ますので、そこが来た場合は避けずにね、協力してもらって動かはることがうまくいかはると思います。続きまして、D のセントさん、すごいね、綺麗な雲一つない空色、あなたは自由ですよっていうことで、自分で何でも選択できるし、空も飛べるっていうね、魂の中ではね、そんなあなただから本当に自由に羽を広げて生きていってくださいっていうことです。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいいですか。じゃあ行ってきますね。どこまで行ったかな。ラベンダーさんですかね。さっき言ったかな。言ったかな。ちょっと忘れたからもう一遍言いますね。まあ、ご主人との、関係する過去性と、今世の学び、メッセージなどあれば教えてくださいということで。そうか、これさっき言ったかな。そう言ったような気がするな。じゃあ、ミュウさんですね。今日は、私の次男の仕事でお世話になっている上司と何か見えない強い絆を感じているのですが、二人の重要となる、過去性と、今世のつながりとなるメッセージをお願いしますということで。まあ、ちょっと、まあ、まあ、いろんな関係でたくさんあったと思うんですけど、まあ、私が今見えるのは、こうアラブのような、こうね、白い、こう、布をかぶって、こう、なんかこう、止めてる、そういう姿の男性が見えるんですけれども、まあ、なんか、二人がね、なんか、ビジネスパートナーでしたよっていうことでね、なんか、お互いがね、補い合ってね、商売をしてたっていうことでね、まあ、一人はこう、押しが効いてね、バンバンと行くし、一人はこう、ちょっと計算的なことが、よくできる、まあ、経理というかね、番頭的な感じのことができるっていうようなね、そういう人だったみたいで、まあ、今世も、何かのことについてはね、すごくね、いい、知恵を出し合えるような、そんな関係ですよっていうことですね。はい、次にパールさんなんですけれども、こんばんはって、エジプトがとても気になるのですが、エジプトでの覚醒があったら教えてくださいということで、パールさんはね、エジプトでね、なんかこう一生懸命こうね、なんかこう亀のね、なんかこれを混ぜてるような、そんな姿が見えるんですけれども、なんかね、まあ、薬膳というかね、まあ、食にまつわるというか、そういった、お薬的なものを作ったりとかね、食事だったりとか、そういったことの、お仕事をされていてるんですね。まあ、健康に関しての、あなたの知識であったりとか、その注意深さであったりとか、そういったことにね、あなたは自信を持っていいですよっていうことで、まあ、ちょっとね、そういういろいろな、お勉強もされている方ですからね、またそういうことちょっと興味があればやってみてくださいということですね。はい、小鳥さんですね、まあ、過去性鑑定をお願いしますということで、まあ、さっきね、パールさんがエジプトって言ったからかどうかわからないんですけど、まあ、本当にまたエジプトの光景が出てきて、音楽を奏でてましたよって。で、その音楽も本当に、まあ、ただ、聞いていいなっていうの、プラスね、やっぱ、人々の体のチューニングができるっていうことですよ。はい、そういう、あなたには才能がありますよっていうことですね。はい、じゃあ、以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。みやさん、行く？はい、はい、スカイプの方にもちょっと3つぐらい来てますので、よろしくお願いします。はい、はい、どこまで行ったでしょうか。あ、すいません。オーラ鑑定まゆかさんですね。とってもね、独りよがりになりそうになってありますね。
なんかね、冷静で落ち着いてはるっていうのはね、大切でいいんですけどね、そこをちょっとほどほどにね、していただけたらと思います。例えば、人情とかね、なんとなくこの人が好きっていう感情の方をね、見ても良い時ですね。落ち着きましょうというよりも、落ち着きすぎているので、もう少し、緩やかに過ごしていただくといいと思います。続きまして、ちかさん。これもね、マットな方さっき言いましたけど、この方はマットではない。ちょっとね、ちょっとキラーっとしたね、シルバーなんですね。職人気質の方でね、落ち着いたね、しっかりした人生もいいですけども、何事もね、人に助けられて生きていますよね、私たち。だから人とのね、接点をね、もっと、もっとね、持つことによってね、ちかさんのね、見識も広がっていきますし、世界はもっと広いっていうことに気づかはって実感しはるのでね、外っていうのにね、意識を向けていってほしいと思います。で、続きまして、なおさん。この方は、この方もシルバーですけどね、全体的に定着してはるような感じがしますね。ちょっとちかさんはチラチラっと光ってるのがあったんですけど、なおさんの場合は定着されてますね。ただね、人をね、例えば職業とか年齢とか性別でね、フィルターにかける癖が強くなっていませんかと思います。個性的な方ばかりがね、価値があるっていう考え、なおさんから見て、この人たちの個性はいいっていうのが、ちょっとね、人や職業、年齢とかにこだわりすぎてはるかなと思います。性別さえもね、本当は関係なかったりしますよね。そういうね、こだわりの考えをね、勇気を出して手放していくといいですよっていうことです。で、続きまして、パンさん。なんか臆病になっておられるのかな。過去のね、トラウマが大きくね、今の生活に影響を与えていますね。心をね、開いてみてください。うまくいきますよ。そうしたね、ちっちゃなことがうまくいったっていう経験から、臆病さがね、自分の中でも、あれ、なんかいつの間にかなくなってるなっていうふうに弱まっていくし、本来ね、本来の人をね、パンさんが持ってる人を信じる力っていうものがね、発揮できて、ほんまの自分に戻れたなっていう感覚でね、気持ちよくなられると思いますので、経験してみてください。心を開いてみてくださいね。続きまして、以上です。ありがとうございます。はい、ということで今鑑定士が鑑定に入っておりますので、少々お待ちいただければと思います。見てますね。はい、ということで今日は本局ののチャット鑑定士が5人、放送している鑑定士が2人ということで、7名での鑑定をしております。放送の方は2人しかちょっと出れないので、今日2人なので確か出てませんが、チャット本局の方は5名あと鑑定している状態になっております。チャットの方にね、書いていただければ、順次鑑定を今している最中でございます。はい。なかなか7名同時っていうのはね、やってるテレビってないと思うんですけどね。あとこれ、スピーチャー鑑定団自体はもう5年ぐらい続いてる番組でしてね、結構続いてるんですよ。まあそういうちょっと放送で、まあ、遠隔でね、鑑定をしていっちゃおうという番組なんですけどね。で、先生方がいいなと思ったら、ぜひね、個人的に鑑定をお願いしてみてください。そうするとね、先生方も元気になりますからね、ますますやる気が出て、どん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 放送してくれるようになると思うんで、よろしくお願いいたします。はい。今、一生懸命見てるところでね。あ、ふみでさんき来まました。た。はい、すいません、お待たせしました。デラサガさん、今のお仕事についてなんですけどね、過去性が出てきたんですね。名のあるね、立派な武士だったようでね、ご自身で、デラサガさんがね、一からコツコツ組み立てて、何もないところから作り上げて、旗揚げをしてね、自ら動いて、率先して動いて考えて、最終的にね、
国のね、主として君臨した方かなと思います。すごい波乱万丈やったんですけどね、大きな功績が、功績をね、後世に伝えるっていうね、立場の方でした。現代世界においてはね、今のデラサガさんにね、前世の生き様が残っていてね、どんな場面でも、どんなにしんどい時でも崩れないっていうね、勇敢な一面がね、お残りのようです。なんかね、人を押しのけるって言うとあれなんですけど、やっぱりみんなが一番になれないと思うんですね。お商売やってはったら競争ってありますしね、その時代、今のね、地域性とかもいろいろ影響してますが、その中でデラサガさんは人を押しのけるっていうか、結果を出すことにね、エネルギーをね、とっても注げるね、人生を歩むっていうのが出ているので、それが今だと思うのでね、結果を残せるので、今ね、まだ続けることがね、デラサガさん周りの方にとっても、必要な時間のようです。はい、応援しています。続きまして、カリーさんでしょうか。すいません。ちょっとすいません。もう一度ちょっとカリーさんにイメージがちょっと今ずれちゃったので、やり直したいと思います。すいません。以上です。はい、ありがとうございます。アンコさん行く？まだ？はいはい。じゃあね、ゴンタさんですね。なんか、戦争のあのシーンに異常な興奮を覚えますってことでね。なんか、子供なのに体が震えるぐらいにっていうことですね。まあ、ちょっと私も、見せてもらったんですけれども、まあ、あなたは、こう、アメリカ軍であったりとか、中国でも、まあ、その昔は軍師としてね、なんか、活躍したそうなんですけれども、まあ、あなたは、こう、戦争をして、その中に入って戦いをするとかっていうよりも、まあ、作戦を練っていくって、そういう方のね、ことを、今までしていましたよっていうことですね。はい。はじめちゃんですけれども、過去生からのメッセージをお願いしますということでね。はじめちゃんはね、なんかアジアでね、なんかね、染め物をしていました。なんかね、こう、なんか布地をね、こう、キューッとこうね、優しくこう、絞ってね、こうなんかパンパンってしてるような、そんな姿が見えるんです。とてもね、繊細なね、感性をね、持ってる方でね。で、まあ、いろんな、意味でね、あなたの、その感性は、素晴らしいですよっていうことですね。はい、そう、森口さんですね。まあ、中国の人と縁が深いのですが、背後の人が中国人でしょうか、過去生が中国人でしょうか。っていうことでね。まあ、関係ないですかっていうことなんですけどね。そうね、あなたの中に、中国の、過去生がありますよって、中国人だってね。で、その過去生の人が、まあ、あなたのそばにいてね、またあなたをね、導いていますよっていうことでね。なんか中国の時はね、なんか、とてもね、美しいね、女性がいてね、その女性に恋をしていたそうですよ。で、あなたは、女性のことを思ってね、まあ、あなたはね、なんか勇敢なね、まあ、戦士、まあ、先ほどね、なんか戦争が好きだっていう、あなたの場合はね、本当に国を守ったりね、人を守ってね、戦わないといけないということでね、戦いに出ていたそうなんですけれども、あなたはね、本当に彼女のことを思ってね、戦っていましたよっていうことですね。はい、以上です。はい。はい、ありがとうございます。ちょっと見ておりますので、少々お待ちいただければと思います。まだ見てるね。はい。ということで、今日ね、すごい、ちょっと、まあ、ツイキャスの方、すいませんね。ちょっといっぱい、まだ見てくれて、できました。ふみやさん、そっか、あとツイキャスの、このスカイプに来てるやつも見てね、このツイキャスの人たちだから。はい。はいはい、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、
かりんさん、守護霊さんですかね、守護は大丈夫ですかっていただいてるんですけどね、先ほどすいません、ちょっと不統合になってしまって、私のちょっと表現力の弱さでちょっとご迷惑かけました。まずね、今ね、つながるっていうことをね、守ってくれてる守護っていうのは皆さん存在するんですけども、ちょっとかりんさんのそばにね、ちょっと遠いところにいるのかなって、今感じないなっていう感じなんですね。ただ祈り続けることがね、かりんさんとつながる近道になるので、まずできることは、守護さんをかりんさん自身が思い出されること。これがね、今のかりんさんに大切なことのようです。毎日ね、思い出した時でいいので、心落ち着けてリラックスして、ありがとうございます、感謝いたしますっていうね、エネルギーを送らせてもらって欲しいと思います。そうすることが、カリンさんを守ってくださるね、守護霊さんが近寄ってきてつながれる近道となりますので、はい、応援しています。続きまして、はじめさん、ですね、すいません、はじめさんは、ですね、はじめさんは、両方持ってはるんですね。すごく女性性と男性性が強めに出てはるっていう感じでね、すごい今、周りが見えないようなね、夢中になってはる価値観のものに出会わはったのかなと思います。世渡り上手な面をね、すごく出すのがお得意なんですけどね、今はね、すごい気を使いすぎてはったりしてね、ストレスがね、溜まりやすくなっておられるようですね。一旦ね、クールダウンして、人のこと考えないでね、自分の時間を持ってストレス解消してほしいと思います。あと、次は、一モルさんですね。気持ちいいですね、一モルさんは、のオーラ。男女ともにね、好かれやすい方でね、すごいね、気持ちいい感覚を受けるんですけど、思慮深さとかね、思慮深さを忘れずにいたら、みんなのね、士気を高める最高のムードメーカーでいれます。物事をね、慎重に進めるっていうことが、ちょっと気をつけていただきたいことかなと思います。自分のことよりね、もう自分のことより周りに与えるぐらいね、あり余ってはるようなね、人格の持ち主になっておられるって、とても気持ちがいいオーラです。はい、以上です。はい、どうもありがとうございます。すみません、バディさん、そのスカイプのところに行ってるやつがね、バディさん向けのやつがほとんどなんですけど、これもやってもらっていいですか、スカイプのチャットのところに。はい、これスカイプも、これ言葉で答えていいんですか？あ、いいですよ。あ、わかりました。そうですね、これ全部ツイキャスから来た人たちです。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございごます。めんなさい、大変でしょうけど。今、鑑定しております。少々お待ちくださいね。今日は先生が、テレビに出てる先生が2人、本局のチャットで鑑定してる人が5人ということでね。あ、なんかバディさんの前に謎の手が現れていますけどね。はい。お、地震かな？お、地震だ、地震だ。ほら、地震だわ。震度1.5ぐらいですね。1.5ってどういうことなんだみたいな。東京も今ちょっと揺れてますね。早く熊本の方が落ち着くといいなと思うんですけどね。ということで、今まだ鑑定士は、ちょっとや、鑑定中でございます。解説の私が出てますけどね。ということで、大体今日10時で終わりますので、ご了承くださいね。あと30分、あと20分ぐらいで書いていただかないと、ちょっと見れないかもしれないし、最後の方になっちゃうとちょっと見れないこともありますので、ご了承いただければと思います。ただいま、ユーストリーム、
YouTube、アメーバ、TV フラッシュと、あとツイキャスト第4つの放送局同時放送しているっていう番組でございます。はい。起きたかな？はい、できます。できました。はい。浩二さん、オーラ鑑定お願いします。教師をやろうと考えてますが、適性などが分かったらお願いしますということでありがとうございます。ですね、浩二さんね、とってもね、幸せ探しの名人、持ってはるほがらかさでね、たくさんの人を和ませられる方でね、ちょっとね、生徒にね、嫌われるかもっていうね、恐怖がね、あるのかなっていう感じで、あ、黄緑なんですね。とってもね、その恐怖がね、コーディさん自身がね、持ってる優しさ、人と交わりたいっていうね、寂しがり屋さんなね、ちょっと可愛らしいというか、愛しい、とね、思われるところが終わりでね。ただその朗らかさはもうピカイチなんでね。それがあれば大丈夫です。もう嫌われるっていうことをイメージしないでくださいね。何も起こってないのに落ち込むとかいうこともね、起こりやすいと思うんですけど、とっても向いておられるのでね、人間力でそこを売りに行っていただいたら大丈夫です。はい。続きまして、ジュンさん。ご主人のオーラということで、ご主人がお誕生日だったそうで、今日は、はい、おめでとうございました。青紫ですね。目標を定めて、突き進んでいくとね、今はね、ちょっと元気がないような感じがしますね。集中力とか熱意はね、あまり感じられないんですけど、諦めない自分をイメージすると、うまくいくと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。これ、そのスカイプのチャットって見てもらうことできますか？はい。次、今からします。すいません、ね。すいません、すいません。ちょっと待たしてるんでね。はい。はい、ツイキャスさん、どうにか、ちょっと次ぐらいいけそうですよ。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、今、鑑定士さん見ております。本局のどうなってるかな、ちょっと本局の方見に行ってみましょう。本局、よいしょと。なんか書き込みが多いようですね。はい。じゃあ、いいですかね。あ、来ましたね、鑑定士の。はい、あんこさんが今来ました。うん、はい。じゃあ、ゆうこさんですね。ゆうこさんね、考古学をしてましたよって、女性なんですけどね。なんかね、そう、アジアの方のね、アジアかな、そういった、なんか、古い建物、ま、エジプトも含めてね、界隈、アジアも含めて、なんか、あなたがね、メモを持ちながらね、こう、一生懸命ね、熱心にね、見て歩いてる、そういう姿が見えるんです。で、あなたはね、本当に、勇気があってね、冒険心、旺盛な方でね、いろんなことに興味があって、まあ、どうなのかな、夢もいっぱいあってね、本当にその気持ちをね、どんどんね、大切にしていくといいですよっていうことですね。はい、ネパールさんじゃなくて、サンコさんですね。はい、過去生をお願いしますということでね、ちょっと見せてもらったんですけれども、なんかネパールかな、なんかね、仏像をね、こう、あなたが一生懸命こう、ずっと見ている、そういう姿が見えるんです。で、まあ、結構熱心なね、仏教徒だったのかな。でね、一心な気持ちがね、本当にみんなに伝わりますよということでね、あとね、あなたは、あなたの、周りの人たちをね、導いていましたよっていうことですね。はい、以上です。はい。はい、ありがとうございます。はい、よいしょ。はい。行っております。本局の方は、まあ、どん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 今、チャットの方で鑑定が進んでおりまして、ということで、だんだん言ってますけどね。こんな感じか。はい。はいはい。みんな地震だって書いてますね。
全国的に地震だと書いてます。はい。なんかこう、私はまあこんな感じかなって思う感じなんですけど。今とりあえず全部、あんこさん耳合わっちゃってますね。うん。はい、なんか、あの、今日新しくあのセッションされてる方もなんか順調にいろいろ見てくださってるみたいだし、はいはいはい、いい感じやなと。じゃあ皆さん今あんこさんに頼むとすぐ見てもらいますよあんこさんに、あんこさん加工性鑑定してますから、私の加工性見てくださいって言うと、あのちょっと見ていただきます。はい、はい、ちょっといっぱいいろんな人がこう、ね、始まってますけど。ジョイ恵子さんがあんこさんのところで学んだ人なんですよね。はい。そう、あの初めて私クラス今年2月にしたんですけど、うん、あの1期生です。はい。なかなか筋がいいということで、もうすぐデビューということで。うん、そう、もうね、あの、そう、あの、クラスしてる最中から、はい、もう、あの、素晴らしいメッセージを、どんどん言ってくださってたので、それはすごい楽しみですね。そう、まあ、もともとね、あの、ヒプノセラピーもされますし、はいはいはい、まあ、あの、こういったことがすごく好きみたいですよ。才能が、もっと、基礎ができてるってことですね。そう、あと、まあ、あの、沖縄の方なんでね、はい、まあ、そういう意味でもなんか。スピーチャー先進国、沖縄から来たという、ね。そうまあ、あと、まあ、あの、そう、あの、ふみやちゃんもすごいですし、あと、あの、いつきさんもね、ほんと神様のね、うん、あの、メッセージを言ってくれるのがね、ちょっと、いいなと思って。うん、いつきさんがちょっとね、今日ね、放送に出そうと思ったんですけど、ちょっと、調整ができなくてね、スカイプがつながんなかったんですよね。だから次回とかにちょっとできればと思ってるんですけどね。皆さん、お楽しみにしてください。まあ、はい、いつきさんのね、アクセスバース、もね、なんかね、今人気ですよね、なんかね。うん、あ、いつきさんのやつね。そう。で、あと、もう本当、あの、清高さんも、あめ玉さんもみんなすごいから、だから絶対この番組お得ですよね。私今ちょっとチャット来ちゃった人、すごいお得ですよ。5人の鑑定士ですよ。なんか、私も見てもらいたい。そう、なかなか5人で見てもらったらないですよね。そう。よりどりみどりですよね。うん、はい、いや、ほんとね、これ結構でもね、すいません、お待たせしました。はい、すいません、ありがとうございます。大変すいません、遅くなりました。はい、あのリコニコさんね、あのすごい愛が強すぎますね。あの、一旦意識をワープして、一人になってください。次は、キコさん。オレンジ色です。フィルターにかけないところはすごいいいところですね。ただね、あの、思慮深さ、石橋を叩きすぎてるのかなと思うので、ちょっと大胆にね、変換してください。続きまして、ポンちゃん。黄緑です。優柔不断にね、陥って、で悩みのね、その渦にいはるようなんですけど、もう出口かなっていうところにいてね、ただ出口もまたスタートに戻らないようにね、今日聞いてくださったんだと思うんですけどね、あのもうすぐね、ひらめきが降りてきますので、そのひらめきを大切に行動してください。はい、続きましてひよさん。ですね、ひよさんは赤と青ですね。すごい誰にも相談できないっていう感じになってはってね、結構ね、一人で悩んではると思うんですけどね、まずね、体を動かすお仕事とかね、あの、運動でもいいんで、すごいウォーキングをするとか、単調作業をね、繰り返すっていうことがね、あの、ごめんなさい、スピリチュアルとかね、あの、不思議なことではなくて、具体的なね、アドバイスになるんですけど、単調作業を繰り返すことによって、エネルギーが動きます。あの、移動することってすごくね、その、移動した分ね、エネルギーが動くって言いますけど、遠くに行くばっかりではなくて、近くでも、あの、ひたすら動くっていうことが自分のパワーをね、本来の力をね、あの、取り戻す、つまりを流すっていうことになるので、あの、そうすることによって自分に自信をね、持っていかはると思うので、あの、そうしたら、例えば、あの、思ってらっしゃる方のことをね、あの、気持ちが知りたいなと思ってらっしゃいますが、またね、聞いてくださったらお答えしたいと思いますが、今日は、その、この先どうしたらいいのかなっていう
質問なんですけどね、仕事ともつながっていて、まずエネルギーを動かすことによってひよさんのね魅力がねどんどん出てくるので、自分にね心と体つながってるので、まず動いてください。そうすることによって自分に誇りが取り戻せるのでね、彼がどう思っているのか振られたら怖いっていうのはよくね、プライドが許さないから告白しても振られたら怖いとかおっしゃる方もいるんですけどね、ひよさん自身ね、プライドってね高い人は自分に誇りを持っていて、実は告白できたりするんですね。だからチャンスはすごくあると思うのでね、その自分の中のプライドを取り戻すっていうのは、誇りを取り戻したいんだなと思うので、過去にね、自分にチャンスたくさんある時ありましたね。その時ね、うまくいったこともたくさん経験してはるから、またその時期が今やってこようとしてるのでね、そこをひよさん次第なんですけどね、そこはいい方に動かせるので、まずは自分への誇りっていうのを自分で認めてあげるためにも動き出してほしいと思います。はい、以上です。はい、キーさんなんですね。はい、まあ、キーさんっていうのが来てますけど、これがちょっとね、そのオーラとかじゃないんですよね。こういうやつ すいません、キーさんの、ね、ちょっと質問がちょっと分かりにくくて、今子供は2人のことどう思ってるのかってあるんですけど、親のことってことかな。ちょっと、まあ、追加できた情報だと、はい、ちょっと流しますけど、これのがあって、こういうのがあって、はい。これだけです。これ追加情報で来てますけど。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。はい、すいません。今からさせてもらいます。見ております。鑑定中なので私が出ますね。はい、今鑑定してるんでちょっと待ってください。はい、ね、今キーさんの鑑定、あ、終わりましたね。いきます。はい、はい、お待たせしました。キーさんなんですけどね、今すごくね、キーさん自身がね、自立される時だと思うんです。自立、いろんな意味で普通のね、自分が立つの自立と、自分を律するの自立とね、両方混ざってはって、そこを大事にしていくことが大事かなと思います。相手のね、パートナーさんには、こちらにね、来ていただいて、キーさんと、そのご家族で築き上げてきはったね、この、基盤となっているものに参加してもらうっていう形で寄り添っていただいて、
支えていただくっていうのがいいと思いますので、新たなでも出発とか再生っていうメッセージもあるので、新しいところを仮張って、そこでね、ご家族、新たな家族でちょっと練習していくっていうことが大事かと思います。まず焦らずに、キーさんが本当に大切にしているものっていうのはね、変わらないですよね。それは何かご自身がちゃんと分かっておられるので、そこに参加してもらう、新たな仲間という形でね、迎え入れ張ることがいいかと思います。はい、続きまして、スナさんですかね。スナさんはね、黄緑っていう色なんですけどね、人と割とね、さっぱりね、さっぱり広く、深入りせずにね、付き合う張ることが得意でね、皆さんにね、好印象を持たれる方だと思うんですけどね、ちょっとね、この人やと思う人を見つけたらね、すごく同性であれ、異性であれ、パートナーシップっていうものをね、進めていかはるとね、とてもね、いいことがね、現実に起こりますよっていう、色になっています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。という感じでございますが。じゃあ、いいですか？はい。はい、これなんて読んだらいいのかな ?ELUA ってなんて読むんですかね そう、まあ、ELUE で読んだらいいんじゃないですか。でいいですね。はでい。ね、過去世お願いしますっていうことで、なんかね、すごくね、いいお花の香りがしてきたんですよ。で、スイスの過去世があってね、あなたがね、お花を使ってね、なんか香水を作ったりね、そのお花の絵を描いたり、そういったことしてましたよってことですね。今もね、よかったら、ちょっとお花に触れてみると、あなたの、もう、あの、えっと、そう、エネルギーがね、アップしますよっていうことですね。はい。次に、エンジェルかな？ANGE。これ、1888っていう方ですかね。同じ悪い癖を繰り返します。アドバイスをお願いしますということでね。これはね、まず、あなたを、理解して受け入れましょうっていうことですね。で、あなたの魂はね、素晴らしい魂ですよ。ですから、あなた自身を受け入れる、理解する、また、愛するっていうことを、するといいですよっていうことでね。で、今何かね、無理をしていませんか？なんかどこかでね、あなたがね、心のバランスをね、取ろうとしていませんか？悪い癖だとね、もう思わなくていいですよって、仕方がないのかなって思ってみませんか？でね、それをね、受け入れるっていうかね、そうするとね、こう無理なくね、他のことでね、バランスがね、取れるようにね、なっていきますよって。もうね、ダメだダメだって、やめようやめようって思う、その気持ちも大切ですけれども、でもね、それよりも、そういうふうにしてしまうあなた自身をね、もう少し、こう、優しい目でね、見ていくといいんじゃないですかっていうことですよ。はい、以上です。ということで、とりあえず終わりですかね。はい。ということで、いっぱいこう切って、今、どんどん鑑定してるんですけどね、はい、すごい数やっております。これ、今5、7人で鑑定してるから、どれぐらい見るんだろう、結局ね、1日、この鑑定団でね、1人20名ぐらい鑑定しても、140ぐらい見てるでしょうかね。はい、ということで、すごい数見てますけど、ツイキャスさんとか見に行ってるかな、どうなってるかな。ああ、ね、キーさん、ありがとうございますところね。はい、ちょっと少し来てますね。ともこさんのやつどうしたっけ？ともこさんのやつは、あれ、これ出してなかったかな？飛ばされてるかな？
ょっともう一回じゃあともこさんに送ってみるね。はい、よいしょ。お待たせしました。あ、はい、はい、01023、眠れないで、ね、不安、お金とかいろいろ心配事が多いそうなんですけどね、あの今ね01023には静かな時間がね必要な時だから、あのこういったことが重なって起こっていて、あの立ち止まりましょうっていうことでね、あの天からがねすごい力がね、神様の力とかがね、あの動いていて気づきましょうよっていうメッセージでありますね。あの01023はね、五感をね、フルに使って、世に出ていったらね、すごくね、まさに醍醐味ですよね、地球の醍醐味。感じるっていうことをたくさんできるっていう才能をお持ちの方なんです。だからね、世に出れるための修行の時だっていうのをね、確認してほしいと思います。ちょっとね、今はね、我慢の時ってね、自分で思ってはると思うんですけど、これはね我慢って言ってもね、この時間を大切にすることによってね、今自分とじっくり向き合えてるんやなと思ったらね、そういう時間って持てない人多いのでね、なんかすごく家から出れへんとか、人と会えへんとかいうことで自分を責める人とかね、ちゃんとそういう魂と近いところにね行ってはるかなと思うんですけどね、そういうことができる才能っていうものをね認めてほしいと思います。下をね向いてるようだとか、自分の中でね我慢我慢って思ってはるけども、そうではなくてもうすぐね光が差してね、空を見上げたらね思ったより青かったなっていうことに気づける時がやってきますのでね、苦しんだ分ね必ずギフトが訪れますのでね、その時を楽しみに待っていてください。だからそういう時間をね持てるのはね辛いかなって、確かに実際辛いかなって、生きづらいかなって分かるような感じるような気がするんですけどね、その分必ずその乗り越えた時にね喜びがね人の何倍もやってくるので、本当にその時がなぜか来るんやなって、なんか知らんけどそれは分かるわっていうことに意識を持っていただきたいと、いただきたいと思います。はい。応援しています。眠ろうとね、思わなかったら、もしかしたら眠れるかもしれませんね。で、続いて、ライ麦さん。行動する前にね、どのような結果をもたらすかね、まず考えてください。時にはね、慎重になることも大切かなって思います。慎重っていうとね、おとなしくするとか、人にね、相談するとか、保守的な感じに捉えはるかもわからないんですけど、ある意味ね、今のライ麦さんにはね、人の意見を聞かない。自分の中にあるね、頑固さとか信念をね、貫いていくっていうことも、慎重だという意味だと思うのでね、結局は自分なんだっていうことをね、胸に抱いて行動していただくとうまくいくと思います。以上です。はい。ふみえさん、2つまたスカイプに来てますので、よろしくお願いします。はい。すなさんとともこさんです。はい。あんこさんもね、今見てますんでね。じゃあ、いいですか？はい。あんこさん、これカメラ目線でできる？はい、カメラ目線。私ね、パソコンにね、書き込みしてるんですよ。うん、はいはい。見ていたものを。そうか。だから、カメラ目線でしたら、読めない。そうか。ちょっと、その書き込んでるものがちょっと高めのところに置くようにするとね、はい、ちょっと視線が合いかなと思います。そうです。じゃあ、ちょっとこんな上向き加減で。じゃあ、はい、そうですね、ヨシエさんですね、そう、恋愛の覚醒を見てくださいっていうことで。で、そうね、インドでね、本当にね、若い、青年と美しい女性が、こう、優雅な感じで歩いてるっていう、そういう姿が見えるんです。で、本当にね、二人ともね、なんか、素晴らしく美しい衣装を着て優雅に見えますね。で、あなたは美しいものが好きですね。で、あなた自身もまあ、そんなに清楚だけれども、本当に美しくてこう
着飾るのが好きというかね、そういう、ところがあるのかなって思うんですよ。でね、もっともっとね、あなたが、自分を認めてね、自分らしくね、生きていきましょうって。で、あなたの本当にいいなって思う、そういう人、ちゃんとこう、感じているといいですよっていうことですよ。はい。じゃあ、次に、パンさんですね。そう、過去性鑑定お願いしますということでね、忍者の姿が見えました。そしてね、心と体で、どうすれば、どうなって、どうすればどういうふうに生きていけるかっていうようなことは、もうね、すべて、もうあなたにはもう、理解ができているというか、もう、もう分かっていることですよって。ね、そして、あなたの、その、中の大切な、ポリシーというかね、すべてに忠実です。すべてを大切にというか、そう、だから逆らわない。風にも逆らわない。すべてのことに逆らわないというかね、ちょっとこう、まあ、心にも、その、そういう気候とか、そういったものとか、すべてに逆らわないと言ってますね。はい。で、あと、ルンちゃんですね。先ほどね、見落としちゃったみたいでね。私と、息子との過去性と今世の課題を見てもらえますかということでね。ま、まずね、大きなね、インド像が見えてね。その、像に、そうね、10歳ぐらいの、まあ、子供をね、乗せようとしている。そういう、お父さんの姿が見えるんですよ。でね、そのお父さんは、この、息子に、自分の、すべてをね、もう、伝えよう、教えよう、捧げようっていうかね、そういう、気持ちがすごく強くてね。で、まあ、息子さんも、まあ、一応そういうお父さんをこう、見習おうとしてるんですけどね。まあ、今世もね、まあ、多分、今世は、まあ、お母さんなのかな。まあ、息子さんに、こう、すべてをね、こう、自分の、夢とか希望とか、すべてをこう、与えたいっていうか、継いでもらいたいっていうふうに思ってるかもしれないんですけれども、まあ、あまり、ちょっとその辺はちょっと、気をつけて、今回は、息子さんの、自由意志っていうのも、認めていくと、もっともっと、よく、いいように、息子さんが、成長していきますよっていうことですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ねえ、今日は癒し3人組でいいかもね。お待たせしました。はい、すいません。すいません。さっき飛ばしてしまいました。エルアさんでしょうか。オーラ鑑定。オーラが暗い色だって言ったらね、結構ね、とか言って、ショック受けはる方いるんですけどね。最初に言っとくと、ちょっと私言語化が苦手なんですけどね、ダークな色なんですね。ただね、ダークで一見ね、黒ではなくて、茶色、の、ちょっと赤みがかった、落ち着いた茶色っていう感じのオーラしてはって、イメージで言うとね、月のパワーですね。うん、ずっとあるね、エルアさんはずっと切なさっていうものをね、抱きながらね、今世暮らさはるのかなっていう、自分の中でね、イメージ抱いてはるみたいなんですけど、それは決してね、一見ね、暗くて、寂しい、切ないような色だけど、実はそうではなくてね、エルアさん自身がね、この地球三次元の中をね、思いっきり生きるぞっていうのでね、生まれ落ちてはるから、すごく、近い距離にいはるっていうね、魂が高い方かなと思って、たくましく、強く、これからね、いろんなことをね、具現化していったり、現実の中でね、達成しはるっていう、活躍できるっていうエルアさんをすごく感じました。はい、続きまして、大変失礼いたしました。ですね、エルアさんごめんなさい。今のは、スケさんに対してのメッセージでした。大変失礼いたしました。ごめんなさい。スケさんが、のオーラが、オーラと月のパワーとお伝えしたのがスケさんでした。本当にごめんなさい。続きまして、ともこさんは、白とね、赤。でね、専門職とかがね、向いてはるかなと思います。とっても真面目な方でね、誠実でね、正直な方ですね。
言葉もちょっと短めの方かなと思います。こだわって大切にされていることもね、すごくあるようなんでね、資格とか免許をね、使うことを考えていくことがね、すごくうまくいかれるかなと思います。失礼いたしました。以上です。今の、すなさんですよね。すきさんじゃなくてね。すなさん。すなさんですか？違う？スカイプに書いてある人じゃないの？ちょっとお待ちくださいね。ともこさんの最後に今ともこさんやったじゃないですか。その前の人がすなさん、すけさんって言ったんだけど。すいません。すなさんで、ね。テディさん。はい。すけさんは、ユーストリームの方です。じゃあ問題ないですね。すなさんっていうのがちょっと一人、ともこさんの前にいるんだけど、スカイプの方ね。はい。はい。まあ、ちょっとごめんなさい、私が間違えたみたいで。いえいえ、失礼しました。ちょっともう読み間違えて結構ありそうな名前だから、ちょっと私も間違えました。すいません。すけさんごめんなさい。エルワさんごめんなさい。じゃあ、あとすなさんまたよろしくお願いします。はい。はい。はい、ということでありがとうございます。あんこさん見てる、やっぱ見てますね。はい。あ、ツイキャスの方、コインいっぱいどうもありがとうございます。ね、じゃあ、いいですか。はい。はい、リカさんですね、過去世お願いしますって言ってね、なんかね、とてもね、なんか、そんなに、高い山じゃないんだけれども、美しい山が見えます。これ日本かなと思うんです。なんかね、桜のような、淡いこうピンク色のような山に見えるのでね。でね、ふもとのね、小さな学校でね、教師をしていましたよ。でね、とてもね、まあ、男性の先生だったんですけれども、まあ、繊細でね、優しくて、歌も好きでね、子供たちとなんかこう、オルガンを弾いたりとかしてね、一緒に歌を歌ってる姿が見えるんですけれども、まあ、その頃ね、みんな家庭環境がいろんな家庭環境がね、あったようなんですけれども、あなたはね、本当に子供たちと共にね、生きていましたよっていうことですね。はい、あと、コアッパさんなんですけれども、あんこさんこんばんは、藤木、五郎さんっていうんですかね、過去世でつながりがありましたらよろしくお願いします。私は、この方、存じ上げませんし、よくわからないですけれども、なんか、五郎さんっておっしゃる方でしょうか。なんかこう。金曜日のね、夜のパーソナリティですね。あ、そうなんですか。はい、でね、この方がね、なんか僧侶だったみたいでね。で、まあ、多分、外かなと思うんですけど、一心にね、念仏を唱えてるっていう、そういう姿が見えますね。なんか、ちょっとこう、白がもうちょっと、薄汚れたような感じに見えるような、そういう、衣装を着て、で、一心にこう、念仏を唱えてるっていう姿が見えてね。で、その、あなた、コアパさんっていう方ですかね、はね、なんか、その方に、まあ、なんか、憧れを持ったような感じで、なんか、なんかこう、構いたいっていうかね、お世話ができればなっていうような感じでね、なんか、じっと見てるんだけれども、コアッパさんは、じゃなくて、アゴさんっていう方はね、本当に、あなたに目もくれずね、一心にね、念仏を唱えてるような、そういう姿が見えました。はい、以上です。はい。つまり、ゴロちゃんが、お坊さんだったってこと？そう。へぇー。面白いですね。そう、なんか、本当になんかこう、ストイックな感じのお坊さんに見えるんですけど。まあ、確かにゴロちゃんストイックな感じですけどね。そうです。細面でね、あれでお坊さんの格好したらかっこいいかもしれないですね。ああ、なんか結構、体はがっちり、細いけど、骨組みはがっちりしてるような感じに見えて、で、本当になんかもう、なんかコアッパさんかなが、まあ、なんかこう、お世話をしたいとかね、なんか話を聞きたいとかね、いろんな思いでね、寄っていこうとするんだけども、隙がなかった。そんな感じでした。じゃあ、金曜日に、いらっしゃるんですね。はい、全く隙がないよね。あ、そうなんですか。女性があまり、好きじゃないもん、最近。あ、そうなんですか。女性かどうかわかんないけどね。そうそう、コアッパさんはね、なんか男性のような気もするし、まあでも何かこうお話を聞いたりとか、何か関わりたいなと思って、なんか
隙を狙ってたように見えて。好き好き。なんかちょっと、うん。それ男性の趣味だったんですかね。そうじゃなくて、なんか、あの、お話、教えを聞きたいとか、うんうん、なんかこう、あの、そういう感じですね。うん？ああ、はいはい。お話を聞きたいような感じでね。うん、なるほどね。別になんかこう、あ、ラブではないってことですね。そう。それは、そういうには見えなかったけれども。はい。うん、はい。あ、よかった。そっちじゃなかった。そっちかと思って。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、うん、今フミヤさんはできてないな、これは。なんかうなずいてますね。はい、うん、はい、ということでね、あんこさんのやつあったんですけどね。はい、あ、これ時間58分、あ、もう終わりだね、そろそろね。はい、すいません、はい、ごめんなさい、エリアさん本当に失礼しました。とてもね、エリアさん優しくてね、情がね深いんですけど、そこが邪魔をしてね、いろいろ今まで前に進めなかったことも多いかなと思いますが、あの、とても一つのことを考えてしまって、で、ちょっとそのパワーが強すぎてね、本来持ってた願いからちょっとずれていってしまってね、願いが強すぎるのかなっていう感じでね、あの、マーブルというかね、あの、色がね、説明できにくいんですけどね、あの、黄土色っていうんですかね、あの、その単色じゃないいろんなこと、中間色がマーブルって混ざってはるような感じでね、ちょっと肩の力をね、抜くとね、本来のね、あの、色がね、あの、本来もっと違う色を出せるよっていうことでね、出てくると思います。で、その時をね、楽しみにね、またオーラ鑑定をさせていただけたらなと思いますので、ちょっとね、あの、リラックスしてお過ごしください。はい、以上です。はい、あ、ありがとうございます。ということで、大体終わりましたかね。うん、これ、これ、あの、なんだっけ、フミヤさんにこれやってもらっていい？リスナさんって。スカイプの2つ上の人なんだけど、はい、すいません、スナさんってまだでした？あ、もうやった？なんか、うん、ごめんなさい、やったのかやってないのか、はい、ちょっと待ってください、すいません、うんうん、ツイキャスの砂さん、やってもらいましたでしょうか。ちょっと書いてくださいね。すぐ行くかな。ねえ。あと、大体皆さん終わったかな。終わってる鑑定士の方はですね、自己紹介をしていただいて、終わりにしていってください。まあ、まだ鑑定したいって方は、そのまま鑑定続けて構いませんので、本局の方をどんどん鑑定してください。はい、まあ、ツイキャスの方はね、もうちょっと、あの、鑑定終わりにさせて、受付はもう終わりにさせていただくんですけど、はい。あ、スラさん反応ないな。スラさん反応ないよ。うん。ね、ちょっと、まあ、ツイキャスのやつと本局のやつと、こう、帰り番組やってると、どっちがどっちだかちょっとわかんね、順番的に。順番にはやってるんだけど、そのね、なかなかこう、順番が見えないところがあって、申し訳ないですね。すごく待っちゃってる感じしちゃいますよね、ツイキャスの方ね。じゃあ、あの、最後に一人だけいいですか、はい、あの、0102番さんね、はい、なんか、あの、イベントでね、あの、見てくださったことがあるっていうことでね。で、まあ、見せていただいたら、あの、黒板にね、一生懸命こう字を書いてる姿が見えるのね。すごく楽しそうでね。で、なんか、あの、ヨーロッパの方の、あの、女性なんだけれども、一生懸命ね、勉強してね。で、またね、それをこう、みんなに教えることにね、喜びを感じていますっていうことで。はい。あの、もう本当にね、あの、真面目な方でね。で、あの、そう、
そう、人に喜んでもらうことがね、なんか好きっていうね、そういう女性が見えました。ありがとうございます。今日は以上です。はい。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。うん。文也さんは何かある？大丈夫？ない、ない？もう大体終わっちゃったみたい。すなさんも終わったみたい。終わったみたいだね。終わってない。反応がない、来ないからな。うん。まあ、反応ないからしょうがないですね。ツイキャスの方からも。見たとか見ないとか、見ましたって聞いてもちょっと来ないので、しょうがないですね。はい。ということで、チャットの鑑定士の皆さんも大丈夫でしたでしょうかね。今日5人ですか。佐藤清太郎さんで、ねえ、これ、いっぱい書いてくるな。ねえ、ゆつきさんと、ジョイ恵子さんと、いつきさんと、あめたまさんと、ね、今日来ておりまして、はい、5人ということでね、はい。01023さん、あんこさんありがとうございます。今も講師してますからびっくりでしたって書いてますね。あ、黒板で何か書いてるってことね。はい。ね、なんか、とても好きみたいですからね、楽しんでしてくださいねっていう。はい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 、はい、はい。なるほどね。あ、コアッパさんね、あんまりゴロちゃんに、ゴロちゃんにいっぱい書いて迷惑かけちゃダメだよ、コアッパさん。ね。ダメだよ、本当に。あんまり、本当にゴロちゃんってのは興味がない人だからね、女性とかにもね、ほとんど出してもダメですね。無理ですから、諦めた方がいいと思いますよ。はい、なんかね、すごくなんかちょっとストイックな感じしたんです。全然ゴロちゃん興味ないから。そう。うん。ただティディの方が興味ありますよ。女性というのは好きだもん、僕はね。まあ、いろんな意味で好きなんですけどね。もともと女性だから、女性と一緒にいるのがすごく、ウキウキするっていうか、そういうとこあるんだよね、僕はね。いろんな意味ですね、本当に。そうかな。私、そうかな。ということで、大体これで終わったかな。ね。終わりですよね。はい。ということで、どうもありがとうございました。いろいろ来てないようなので、他の曲を見ていますが、アメーバフラッシュの方もどうもありがとうございます。ね、まあ、共通チャットの方に書いていただければ鑑定させていただいたという形でと思いますが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今日 Ustream、YouTube、ツイキャス、アメーバーフラッシュの皆さんどうもありがとうございました。全部放送させていただきました。それではこんな感じで今日はさよならということで、どうもありがとうございます。さよなら、2人もよろしく、さよなら、ありがとうございます。さよなら。いつも行くかな。ラッサップのこればっかり。